ましたよ、ね。まあ、当時はね、医療スタジアムじゃなくてビッグアーチというのが前見れるのも、はい、まあ、いつぶりになりますか。いや実に13年ぶりです。お、対談して以来。対談して以来ですね、はい、はい、ここに来るのはやっぱり感慨深いものありますか。いや感慨深いですね。しかもまた皆さんの姿を見てちょっとこう今、まあ、うるっときてますね、すでに。まあね、当時のことね、思い出すとね、いろいろあると思いますけれども、今日はね、クラブ OB としてまたここに帰ってきて、ね、いろんな思いあると思うので、ね、存分に語ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。現在は町田ゼルビアのクラブナビゲーターということで東京に在住ということですけれども、はい、サンフレッチェの試合とかっていうのは見てますか。クラブ離れてから見なかった年はないですね。そのぐらい見てます、はい。ずっともうあのやっぱり試合はちょっとチェックして。そうですね、毎試合じゃあ見てるかっていうと、はい、あの90分通して見てるわけではないですけど、もう誰が出てるかもうチェックもそうですし、やはり知ってる選手、林拓人選手、青山敏弘選手、あの関わってきた選手もたくさんいるので、まあ、まず出てるか出てないか結果含めて毎試合見てますので、ね、いやーやっぱりね、ここにクラブの愛をね感じますけれども、拓人なんかは同級生。そうです、同級生、あの本当にもう仲のいい、今でも、僕が年に1回帰ってこれるかどうかなんですけど、まあ、タイミングさえ合えばいつも食事に行くような仲ですね、はい。まあ、そんな中でもねまだ頑張ってますけど、どうですか。もう尊敬しかないですね、はいはいはい。やはりキャリア終盤になってきたら、まあ、誰が同期で残っているかって、僕とタクトしか最後残ってなかったんですけど、もう僕が引退するときにはタクトにその全ての思いを託すと、はい、っていう思いでタクトにしっかりこう伝えましたね、はい、あとは頼むと。あとは頼むと。もうこの辺がね男らしいんですけどもね、でも名前に男って入ってますもんね。それはもう親に感謝ですね。でしかも下が司ると男を司るで名を体現してますけれどもね。で現在はね、まあ、クラブナビゲーターということですけれども、まあ、サンフレッチェに所属していた時の思い出というか、ちょっと遡ってもらって2009年まで、はい、ね、J1 に昇格、降格から昇格した初年度までね、プレーされて、僕も一緒にその時プレーしたんですけれども、まあ、サンフレッチェには9年間いたということで、その中でちょっと思い出深いとか印象深い出来事ってありますか。いやもうたくさんありすぎて選ぶのがちょっと大変なんですけど、はい、まあそれでもパッてこう思い浮かべるのは、2度目の降格争いをしてた、降格争いじゃなくて降格残留争いをしてた7年の時に、僕も、怪我明けでなかなか試合に絡めてなかったんです、はい。その時に、やはりスタジアムからもうハンジェっていうようなこうファンサポーターの皆さんから、こう僕自分で言うのもおかしいですけど待望論みたいな形で声をずっとこうかけていただいたことを今でも覚えてますし、あの声があったからこそ僕もクラブのため、そして自分のため含めて、必ずその声に応えなくちゃいけないなっていうのがもう、はい、一番の思い出かもしれないですね。2007年ね、そこで苦しみながら、まあ、残念ながら降格となってしまいましたけれども、でもその時ってやっぱり移籍とかっていう話だったり考えたりとかしなかったんですか。僕は考えなかったですね、はい。まあ、当時だと佐藤久太郎さんがもうそれこそ試合終わった後ファンサポートの前で一番最初に自分が残留してここでもう一度昇格絶対1年で戻るっていうのを叫びましたけど、僕も心の中で自分も残ると。ただ当時最大のライバルだった駒野さんがまだいて、駒野さんが移籍するかどうか悩んだ時に頼むから移籍してくれと、じゃないと僕も場所がないというのは思ってましたが、当時ペドロ・ミシャからも言われました、はいはいはい、ハンジェ今年は本当に、まあ、平等に扱いなくて申し訳なかったと、来年は平等に扱うと、はい、ただ、残ったとしてもコマノが残ったらお前は2番手だと、はっきり言っていただいたことに僕は心打たれて、はいはいはい、それでもチャンスがあるなら残ろうというふうに、はい、思いました。でその時はまだ移籍コマノ君が決まってない時だったけど、
その話聞いた時はちょっとやってやろうかなと。あ、もう僕の心の中では小野さんが残っても、自分はこのサンフレッチェのために必ず残って J1 に昇格させるんだと。ただ心の中ではちょっと出てきてくれてるね、俺たちは。いや、その念がね通じて、それはファンサポーターの皆さんからね、まあ、皆さんも拍手はどうかと思いましたけど、ね、今ちょっと出て行って OK みたいなね、まあいろいろありますけれども、まあでもそんな中でね、しっかり2008年はね、まあ本当にクラブ史上というかね、僕は違うチームいたんですけど、ものすごくやっぱり魅力的なサッカーをして、いろんな選手が連動してダイレクトプレーもね多かったですし、すっごい攻撃的なサッカーしてたじゃないですか。それで僕ちょっと2009年入団させてもらった時に、ハンジェと初めて一緒にプレーした時に一番最初印象的だったのは、ダイレクトのキックの精度がめちゃめちゃ高いなと、まあ、それこそコンビネーションすごく駆使してその時はサッカーやってたんですけれども、それをなんか長短というか、ロングボールとかも結構ダイレクトとかですごい、ストレートボールとか綺麗に蹴ってたのが印象的で、めっちゃキックうまいなっていうのがすごい覚えてるんですけれども。ありがとうございます。なんかちょっとね、なかなか自分では言いにくいと思うけど、僕の印象はすごいキックがうまいのと、やっぱりあとは男の中の男って言われてるだけであって、全部の練習がもう全力というか、しかもなんかこう周りにも鼓舞するけど自分にも厳しいみたいなのがすごい印象的だったんですけど、自分にも厳しかったよね結構ね。まあ当時のやっぱ今もそうかもしれないけど、サンフレッチェのメンバー見たら花形の選手が多すぎて、まあ逆に自分がみんなが持ってない場所で勝負しないとやはり勝ち残っていけないなっていう中で、自分のスタイルも変えながら、まあ、当初から小さい頃から自分は止めて蹴るっていう部分には、うん、自信持ってましたし、それなりにトレーニングしてきたので自信がありました。ただやっぱイメージとして泥臭いとか、やっぱりこの魂の男っていうイメージがつきすぎててあんまりそういうところにフォーカスされない自分がいたんですけど、実は自分はそこに結構自分のストロングポイントっていうか持ってて、いやだから僕の印象もそうです。本当男の中の私生活とか本当におとぎやこぎあるんですよ。本当に後輩の面倒見もいいですし、もう連れてったら全員おごってやるぐらいの感じでね、まあ兄貴分なんですけれども、プレーはでもやっぱり綺麗なプレー得意だったなっていう印象です。プレーの印象は、いやそうやって逆に言っていただけるのが非常に嬉しくて、ただ数少なくてなかなかそういうことに言ってくれる人がなかなかいて、はいはいはい、非常に嬉しいです、はい、いや皆さんもね昔の DVD とかその時の2008年かな、そういうイヤー DVD とか見たら多分ハンジェのアシストとかすっごいいっぱいあると思うんですけど、皆さん何か見たことあるよみたいな、どういう印象ですかね。皆さんもうまいっていうイメージですよ。どんな感じですかね。スライディングのイメージしかないんですか、ね、スライディングして戦ってる感じですかね。まあでも僕はなんかそんな感じだったんですけれども、まあそんな中やっぱりプロに入った時とかも多分やっぱりいろいろ壁があったというか、やっぱり国籍のこともあったと思うんですが、はい、それもなんか先輩の言葉でちょっと変わったっていうのを聞いたことあるんですけれども。すごいですね、その情報すごいですね、はい、いやまさしくそうです。当時サンフレッチェのキャプテンしてた上村さんのある言葉で僕の世界観が変わったのと、その言葉がなければ僕はプロサッカー選手リーハンジェとしては、成功していかなかったなっていう言葉がありますね。それってどんな、まあこれもこの公の間でこういう言葉を発するの初めてなんですけど、私はやっぱりそのどっかで在日朝鮮人として生まれ育った中で、まあ日本人には負けないっていう気持ちでずっと生きてきました、うん、それは間違いなくて、そういうがあったからと自分はプロサッカー選手になりました。ただやはりそれは間違っていて、プロ入った本当1日目の練習ですね、その上村さんから、はい、ハンジお前は日本人から差別されてると思ってるだろうって言われて、あその通りだなと思ったら、はい、その上村さんが差別してるのはお前だって言われて、はい、お前それ変えないと今後やっていけないぞって言われた時にもうなんか打ち抜かれたような気持ちになって、そこからも世界観がガラッと変わったのを覚えてますし、その言葉がなければ僕は、一人の人間としてもそうですし、プロサッカー選手リーハンジとしては20年間遅れできなかったのかなっていうぐらい貴重な言葉だったんですね、うん、まあでもね、
いや、なかなかね、そこに気づけないというか、まあ、本当ね、難しい問題だとは思うんですけれども、まあ、でもね、さっきハンジが言ってくれたようにハングリー精神も必要だけど、なんかね、仲間としてというか見方が変わってっていう、まあ、そこが本当男リーハンジを作ったのかなと。面倒見もいいですし、まあ、チームメイトもねあれですし、誤解してほしくないのが、皆さん、在日の皆さんがそういう気持ちを持っているわけではなくて、はいはいはい、僕が偏りすぎててちょっとあまりにもそういう中で育ってきたという中だけなので、そこは勘違いしないで、はい、そうですよね。みんながというよりは自分の体感的にですよね。まあ、やっぱり勝負する上で、ね、チームもね、そこで対戦する対戦相手に負けないという部分もありますでしょうし、でもね、すごい、 いい言葉だなと思うんですが、まあ、その後、サンフレッチェ、また話は変わるんですけれども、サンフレッチェを移籍してからは結構怪我との戦いでもあったと思うんですけど、僕もいろいろね、試合とか違う会場で会うたびに、ちょっと小路さん、怪我きついでもうやめるかもしれないですっていうのを毎年聞いてたんですけど、みんなにやめるやめる詐欺ってよく言われてたんですけど、そこから11年やってますからね現役これでも結構大変だったんですよね、怪我とは。どうですか、正直言えば本当にギリギリの状態がずっと続いてまして、特に広島を離れて、移籍したコンサドーレ札幌でもうすぐキャンプですぐ怪我しちゃって、でそこからもうなかなか怪我が癒えない中でずっと続いてたので、もう本当にもう怪我との戦いでしたね。ただそこからやっぱり学ぶこともたくさん多かったので、全てがマイナスではなかったかなとは思ってます。その長い怪我の時って どういう思いというか、まあ、学ぶことっていう話も今出ましたけど、どんなことが感じられました？一番はやはりこう、皆さんがいる前だから言うわけじゃないですけど、やっぱり苦しい時に人間ってどのように振る舞うか僕大事だと思ってて、その苦しい時に見捨てる人もいれば、まだハンジ待ってるよと、信じてるよっていう言葉をかけてくれる人もたくさんいたんですよね。その人たちの言葉を聞いた時には、もう自分は何が何でもやっぱ戻らなくちゃいけないっていう、その一心でしたね。まあ、でもね、まあ、先ほどのね、言葉もありますけれど、本当に周りに助けられたというか、やっぱりいい仲間とかいい先輩がいたりっていうのは大きかったですかね、プロ生活の中で。いや、かなり大きいですね。僕が非常に自分自身で運がいいなって思うことは、苦しい時に誰かしらにやっぱり助けをいただくんですよね。やはり、コンサドーレ札幌を、怪我で、1年で戦力外になった時も声をかけていただいたのはサンフレッチェで声をかけていただいた今西さんでしたし、その後もやはり自分の両親も含めて、苦しい時にそういう助けがあったからこそ乗り越えられましたし、自分一人の力では、間違いなく20年間もの間プロサッカー選手として活動することはできなかったなと思います。精神面とか、まあ、今ねちょっとかなり言ってくれたと思うんですけれども、20年間ってすごいじゃないですか、プロキャリア、ね、すごいと思うんですけども、つい最近までですよ、今40歳、38歳まで現役でね、すごく頑張ってきたんですけれども、ありがとうございますすごいですね、フィールドプレー38歳まですごいと思うんですが、そう20年間、まあ、さっきのね、仲間とか人の助けもあってっていうところもあると思うんですが、プレイヤーとしては、まあ、プレーの面とかではどういうことを一番重要視と大切にしてでやってこれたから20年できたのかなっていうのがあると思います、自分で思うところで。まずは、まあ、中長期的な目標はしっかり持ってましたけど、目の前のことに全力で入れない人間がやっぱり明日は生きれないなっていう気持ちの中で毎日を過ごしてたので、本当目の前のことを全力で常に頑張ってましたし、でサンフレッチェ離れてから本当にそこからまさかサンフレッチェ在籍期間9年でその後11年ですよね、そんなに長く自分もできると思ってませんでしたが、まあ、目の前のことに集中しつつ、必ず本当に僕の心の中で唯一の、心残りがここの、まあ、今はエディオンスタジアムになってますが、ビッグアーチに皆さんの前に必ず戻るって約束したにもかかわらず選手として戻れなかった、まあ、それが唯一の心残りでありましたが、まあ、それが僕の中ででも、力になって必ずここに戻るっていう気持ちの中でやってたっていう部分はあるかもしれないですね。
まあ、なかなかね選手としてはね、難しい、あ、もう戻れないですけれども、ということ今後の目標とか夢っていうのはやっぱりここにまた帰ってきたいっていうところですかね。そうですね、今は町田のクラブナビゲーターとしてやってますけれども、まあ、ちょっと話すいません、僕順番おかしかったんで戻ります、すいません。今はね町田のクラブナビゲーターとしてアンバサダーのような広報活動を主にですかね、はい、やられてますけれども、皆さんハンジェの SNS とか見たことあります？フォローしてるっていう方もうされてない方は今すぐフォローしてください、はい、すぐフォロー返しますので、はい、でもすっごい僕もフォローしてるんですけど反応めちゃめちゃ早いです。いろんな人とコミュニケーション取ってるし、あれそんなマメなやつだったかなとか思ってたんですけど、よく暇なのかとよく言われるんですけど、はい、そういうわけじゃなく、はい、しっかり僕のスタンスとして返していただいた人には身元が分かればしっかり、はいはいはい、身元が分からない方もたくさんいるので、はい、そうですね、そうじゃない方には反応しませんが、それ以外の方にはしっかりと返すっていうのが僕のモットーで、まあ、それを大切にしてますね。まあ、広報活動をねやられてますけど自分に向いてると思います？どうです？向いてないですね。向いてない、はい、正直な SNS で言えば今すぐやめたいですねただ先ほど浩司さんにも話しましたが、それをすることで、まあ、こうやってまたサンフレッチェのサポーターの皆様ともつながったり、はい、サッカー関係の皆さんとつながることができたということは非常にプラスが大きいので、今後も頑張って続けたいなと思います。ってくると今後の目標とかやりたいこととか夢とかあったりしますか？まあ、選手としてはもう悔いもなく自分も20年間プレーして終わったので、まあ、今後はやはり自分のその経験だとかっていうのをいろんなこの次世代の子どもたちもしくは選手たちに伝えていきたいという思いが強いので、今後もやっぱりこういう自分がサッカー界で何かこう恩返しができるような、もしくは自分の力で動かせるような人間に成長していきたいなと思っています。いやでもね、はい、でもね本当にねすごい面倒見のいい男気のある男なんで、まあ、だからなんかいろんな人がね助けてくれるのかなっていう部分はあると思うんですけど、そうなってくると僕なんかはちょっと指導者とかなんかそういうのも期待したりするんですけれども、ちょっと頭によぎったりとかもないんですか？あります。実際自分が現役をしている時というのはもう終わったら自分は指導者としてもう監督を目指すという思いが強かったので、そのように行こうって思ってましたので、今でもその実際現場とはちょっと離れた場所でクラブの活動をしてますが、まあ、現場への思いというのは日に日にこの2年間やっていく中で日に日にやっぱ強くなっている部分もあります。いやなんかね本当多分いい監督になりそうだなと思うんですけれども、現在じゃあ、まあ、サッカーね先ほど一番最初冒頭にもサンフレッチェたくさん見てるっていう話もね聞いてますけれども、今シーズンのサンフレッチェどう見てますか？ハジェとかやはりこのスキッピ監督が就任して、まあ、当初はやはりちょっと来日が遅れたということもあってなかなか勝ちきれない試合が多かったですけど、これちょっと待ってくださいね、この来日が遅れたっていうのもね、他チームにいたら結構ね見逃しがちな情報なんですけども、もうそれもしっかり入ってる、しっかり見てください、しっかり見てくださいね、はい、もう、はい、まあ、中で今はもう非常にもうこう、まあ、若い選手が中心になって、もう特に何が一番魅力的かっていうのはやはり先制された試合でも必ず最後もう相手に走り勝って最後まで戦い抜く中でもう勝ち切るという試合がやはりたくさんあるので、見ててやっぱ気持ちがいいっていうか、これこそサンフレッチェのこのアイデンティティというかこのスプリットっていうのがこう受け継がれてるような今監督なんじゃないかなと、はい、間違ってたら申し訳ないですけど、いやいや合ってますよね本当に、見てるなと思いますけれども、じゃあ期待してる選手とか今ハンジェが見てて面白いなっていう選手いたりします？これはあえて出てない選手ですけど、やはり僕が絡んだことある青山選手、はい、林拓人選手です。ここ最近っていうのはやはり試合に絡むことは少なくなってますが、彼らのような存在がいかに大事かっていうのが今後やはり苦しくなった時に分かると思いますので、出てなくても彼ら2人というのは常に全力でクラブのために思いも持ってやってくれていると思いますので、今後も、
彼らにやはり注目していただきたいと思いますし、実際今出てる選手の中でも J2 で対戦したことある選手っていうのもレンタル先でいるんですよね。そういう選手見てたらやはりサンフレッチェに戻って活躍してるの嬉しいですし、あと1番はやはり7番をつけてる浩二さんの森崎浩二さんの7番を継承している野津田選手、はい、まあ、非常に注目してます、はい。離れても愛ありますよね。本当ね、東京言いますけれどもずっとね、もう本当にここに住んでるんじゃないかぐらいの感じでね、広島のこと詳しいですけれども、いろいろね話を伺ってきたんですけれども、ちょっともうあっという間に時間が過ぎてしまって、ここからはちょっとね広報活動苦手だって言ってますけれども、ちょっとグルメリポートなんかもしてもらいたいと思います。それでは早速グルメを紹介していただきましょう。今回はどんなグルメが出てくるんでしょうか。お願いします。さあそれではこちらのテーブルにお願いいたします。まだ中身見れないです本番で初めて見てもらいます。何でしょうか。さあ今日は何を持ってきてくれたんですか。今日は、ポリポと申します。はい、イタリアンパスタをご用意しております。ポリポさんはあちらの、はい、あちらですね、こちらのブースのポリポさんでイタリアンパスタ、はい、ということで、それではどんなパスタなのか早速食べてもらいましょうか。お願いしましょうか。昼もちょっとね、つけ麺をちょっと食べてきたまた麺になってしまいましたが、イタリアンパスタ、どんな特徴があるんですか。これ森崎和さんとコラボした、メニューなんですけれども、その、はい、彼の好きなその麺ですね、パスタの麺が好きということと、それどこで見ましたね。和さんがグルメでリポートしてるのを僕見ましたね。それですということは下手なことは言えないっていう、どっちかです。カズがプロデュースってことですね。イタリアかのような感じがありますね。美味しいです。美味しいですか。大事なとこそれ。せっかくいいコメント考えてたのに。緊張しますよね。こんなたくさんの方に注目されてパスタ食べることないですよね。新たな経験ですね。ありがとうございました。ありがとうございます。ここはイタリアかと、ね、勘違いしてしまうパスタ、いくらで提供しているんでしょうか。これは800円でご用意させてもらってるんですけど、はい、今日結構たくさん持ってきたんですけど、うん、もうほとんどなくなりそうで、もしかしたらこう話してる途中になくなってる可能性もあるっていう感じです。じゃあ皆さん結構早めにね並んでいただきたいと思います。他にはどんな商品があるんですか。ポリポさん、はい、スタジアムグルメ で定番で出させてもらってるパニーニって言うんですけど、はい、ピッツァの生地を使った、はい、ホットサンドのような感じ で中にモッツァレラチーズとかイタリア産のハムとか、まあ、お味はいろいろご用意してるんですけど、はい、イタリアのスタジアムで僕が食べて感動したんで、うん、ここで再現してるっていうようなメニューですね。じゃあまさにイタリアを感じられるということですね。わかりました。ありがとうございます。ポリポのグルメを紹介いたしました。ありがとうございました。さあそして本日は中島さんもありがとうございました。ありがとうございました。この日もよろしくお願いします。すぐフォローですよね。ファンでフォローに忘れずにフォローしてください。フォローすぐ返しますので